アイシャドウを入れていきます。まずは白です。この白はパールラメが入った粗めのラメとなってまして、たっぷり指にとってまぶたにこんな感じで塗ってきます。外側はぼかすように。ポイントはあんまり外側まで塗らずに、ほんと気持ち目の内側までで収めることです。このちょっと濃いめのピンクを使ってきます。若干赤っぽい方が和風っぽくて可愛いので、もし持ってない人はこういうオレンジとかちょっと濃いめのピンクと混ぜて赤を作るとちょうどいいです。結構たっぷり取りまして、目尻にのせていきます。このね、まぶたの二重の線があるんですね。でここにちょっと気持ち囲むような感じで、ちょっと金魚みたいなイメージになるので、このような感じになりました。そしたら今度はラインを引いていきます。シャドウを切れ長な感じで描いたんですけど、ラインは垂れ目気味で描いていきます。最後の地点を赤を引いた一番この下のところから引いていくと分かりやすいです。目尻は後から描き足していくので、あんまり形が綺麗じゃなくても大丈夫です。今ちょっとはみ出しちゃったんですけど、こういうなんか市販の普通のリップバームをこすると部分的に消えていきます。さっきのラメでちょっと直しながら、でもう一回引いてきます。修正できました。